吉田さん、こんにちは。やっぱりね、本気になればお金ごとき稼げると思うんですよ。10代の頃ってアルバイトを本気で探すじゃないですか。まあ、それと単純比較はできないんですけども、私たちは30になって40になっていって、人生経験を繰り返していろんな勉強しますよね。やっぱりお金の勉強もしていかないといけないですし、してるはずなんですよ。お金の勉強の中には借金をするって勉強もあると思うんですね。お金を貸して帰ってこないみたいなのもその勉強の一つだと思うんですよ。信頼して大丈夫だと思って不安の中貸して、で案の定帰ってこない、まあそういう苦い経験をしながら損失を出して、実はね、会社的にも詐欺られたり、貸したお金が返ってこないっていうのは、貸し倒れや引き当て金とかって言いますけども、結局はね、経費勘定で落とせないんですよね。だからダブルで損なんですよ。むちゃくちゃひどい目に遭うわけなんですよね。そういうのも込みで勉強で、お金を貸すってのはどういうことかとかね、それから余剰資金で貸す分にはいいけども、返ってこなかった時に知名度を浴びるような貸し方ができないっていうのも防衛策、リスクヘッジであり、当然するべきお金の勉強だと思うんですよね。じゃあ多分ちょっとそういうのをね、舐めてるんじゃないかなと思うんですよ。ことお金のことに関して舐めてる。うん。だからひどい目にあったり、こんなはずじゃなかったとかね、当てにしていた入金がなかったとか、本当にね、そんなんやってらんないと思います。笑えないと思いますよ。ことお金に関してそれほど責任が持てないんだったら、もはやもうお金にね、もう嫌われてもしょうがないと思うぐらいですね。まあだから私も今ね、こういう立場になっていろいろ言ってますけども、それでもいつ自分の資産がパーになるだろうかって常に考えますね。そうなったらどうするか、どうするかを常に2手3手先を考えておくとか、巨大地震とか災害が起きたらどうするかとかね、まあ、そういうのも当然この年ですから小中学生じゃないんで、考えながら一歩一歩歩んでいくはずですし、一日一日本気で過ごさないといけないと思うんですよ。そして他人は信じても当てにはしないってことですよね。他人ですから、それはそんなところ当てにするもんじゃないんですよ。自分の両腕で稼いでいく、自分の2本の足で走っていく、まあそれに尽きるんじゃないかなと思うんですよ。まあちなみに今ね、自炊をしながら、食事を作りながら、動画撮ってるんですけども、雑音がなるべく入らないように配慮しながらね、包丁ごとでは雑音は入りませんから、だから焼いたり煮たり、それから洗い物したりとかしたらね、雑音が結構入るでしょ。さあそれでね、もうちょっとで終わりますけども、こうやって喋ってる間にどのぐらいの食事ができるかってことですけども、こんな食事ですよね。サラダでしょ。これはまあちょっと昨夜の おにぎり残りチャーハンにしました。で、麻婆茄子と切り昆布と大根の煮付け、もずくですね。で、お豆腐を半分に切ったのとお漬物。まあ今日のランチはこんな感じです。で、喋りながら調理もできるわけですよ。だからトークって何をやりながらでもできるんで、別にね、昼飯の準備を口をつぐまないとできないわけじゃないんで、こうやって時間ってのを作れると思うんですよね。一つの行動で二つ以上の結果を出していく。こうしないとやっぱり時間ってのはただ過ぎていくだけなんで、私はもう常に一つの行動で二つ三つの結果を出すようにしてるかなと思いますね。これもだから時間とお金の大切さをとことんまで追求したらこうなったってことなんですけどね。はい、今日もね、大和くんの育児をしながら、家事をしながら、食事を作りながら、これからランチでございます。いってらっしゃい。